経済学のビジネス活用、ナイトスクールでこの講義のテーマなんですけれども、えー、政府が行うマクロ経済政策が、えー、経済に対してどのような影響を与えるのかということを、特に、まあ、ビジネス環境とのつながりですね、ビジネス環境との、えー、つながりの方を意識して、えー、解説を行うということがコンセプトになっています。 でアベノミクスや昨今の、えー、コロナ禍でのです、ね、財政出動を巡って、えー、日夜、激しい経済論争というか、もはや闘争のようになっているんですけれども、えー、とそれが繰り広げられているんですけれども、まあ、そうした混迷を極める、えー、昨今の日本の経済政策論争について、えー、何がどう食い違っているのかということを明確にしてです、ねで、一歩進んだ理解というものを目指していこうというふうに思っています。 あくまでマクロ経済学に基づいた話をしますので、えー、背景にある数学的な、あのー、内容の話が多いんですけれども、できる限り数式は最小限にとどめていきたいというふうに思います。でまあ、今まさにです、ね、日本でも世界でも政府のマクロ経済政策に非常に大きな関心が集まっています。えー、先日、岸田内閣で,です、ね、総額55.7兆円 のですね過去最大規模の経済政策が閣議決定されましたその主な内容としてはまず第一に掲げられているのはコロナ対応やですね事業者生活者の支援で色あのこれですね新型コロナの拡大防止とまあいうことで ええと、まあ、事業者への生活え、事業者や生活に対する支援。それから医療体制の強化であったりとかまあ、無料のワクチン接種だったりとかですねえー。そうしたことを整備するという施策がまず最初にあります。で、これに加えて中小企業であったりとか、個人事業主に対して事業。復 かつ支援金として、えーま、最大250万円の支給を行う支援策であったりとか、まあ、今、一番話題になっているのは、えー、と高校3年生までの子どもに10万円を一括支給する、一律給付すると、まあ、いうことなどが、まあえー、と含まれていて、えー、これら含めてトータルで22.1兆円と、まあ、いうことになっています。 であとは第2の GoTo トラベルの再開などを含めた社会経済活動の再開に9.2兆円、それから、えーとまあ、第3の新しい資本主義の起動と,あのとかいう名目になってるんですけれども、10兆円規模の大学ファンドだったりとか、 医療、介護、それから保育看護です、ね、看護や介護、保育に関わる人たちの賃金引き上げとか、ですねこれもニュースなどで話題になっていると思うんですが、まあ、これらの予算が19.8兆円とか、まあ、そんなのもろもろ込みで55.7兆円の予算が計上されていると。 でえーのまあ、この辺の数字というのは、いろいろあの、まあ、その数字のトリックというかです、ね、とりあえず計上しているだけとか、とりあえず出しているだけとかいうようなものもあったりするので、そのまま鵜呑みにしてはいけないところもあるんですけれども、それでも多額の財政出動を行おうとしているということは間違いないと思います。 でこうした巨額の財政出動は日本だけではなくてですね、世界中で同じような空前の規模の財政出動が昨年から行われていますで。こちらは昨年2020年からですね、2020年からの各国のコロナに対する財政政策の予算の大きさをその国の GDP で割ったもので表したものです。でこちらを見ると、日本は昨年からの累計で、 ここです日本はここなんですけれども、昨年からの累計で、まあ、およそ15%ぐらいここがに、これが日本ですけれども、えー、と日本は大体 GDP 比で15%ぐらいの、えー、財政政策を行っていることが分かります。で日本の GDP はおよそ530兆円ぐらいなので、その15%ということで、大体いい80兆円ぐらいの財政政策を行ってきたと、えー、いうことになります。 で日本の人口1億人ぐらいと考えれば、まあ、1人当たり大体80万円ほど、年間80万円ほどのサポートを政府から受けたという計算になります。主な内容は、1人当たり10万円の現金給付、まあ、昨年も行われましたけれども、えー、そうした現金給付や緊急事態宣言下での救護用補償なんかですね、えーとまあ、それらが大体1人当たり80万円ほど、えー、と出たということです。 でアメリカの方が、えーとまあ、感染者数がけたち以外のこともあって、ン、えー、トツの財政政策を、まあ、行っているんですけれども、で先日もバイデン政権の下で、まあ、100兆円ぐらいの、まあ、インフラ投資が可決されたところであるんですが、まあ、日本もです、ね、このアメリカを除いては、まあ、大体他の国とあまり遜色ない規模の財政出動を行っているということが見て取れます。 でここまで財政指導が世界的に行われているのは、まあ、僕の記憶の限りは2008年のリーマンショック以来のことで、がぜんまた経済政策に関する議論が盛り上がっているところだと。で、当然、こうした政府の経済政策というものは、ビジネスの環境にも大きな影響を与えてきますので、これらの政策がどのような影響を我々の仕事であったりとか、生活に与えてくるのかということにご関心がある方も多いと思います。 でも関心はあるんだけれども、なかなかですね、経済学者、エコノミストがみんな、えー、と言ってることがバラバラで、えー、違っていて、ですね、どれが本当なのかわからないというのが正直な感想としてあるのではないでしょうか。やっぱり経済政策というのは、いろいろな既得権であったりとか、まあ、政治的な運動も絡んできますので、えー、どうしてもまのおのがポジショントークに走ってしまって、ですね、えー、冷静な議論ができなくなるという状況があります。 でこの授業ではその辺のねじれを解きほぐしてですね、できる限りフェアな観点から考察をしていきたいというふうに思っています。講義計画は今のところ、次のように考えています。まず今回は初回なので、マクロ経済政策の基礎知識についてお話ししていきます。 でそして、えー、本日の内容を踏まえて次回12月16日で,す、ね、では、えー、財政政策の話をしたいと思っていますで。今も見たように昨今盛り上がっているのはやはりまず財政政策の方であるし、えー、金融政策の話というのは金融システムの知識が必要になってきて少し難しいので、えー、後回しにして、えー、年明けの1月6日の授業で、えー、やりたいと思います。 そして最終日は政府債務の問題についてやりたいと考えていて、今この政府債務の問題が一番大きな注目を集めているかと思うんですが、皆さんも MMT という非主流派の理論が非常に大きな盛り上がりを見せているということをご存知の方もいると思うんですけれども、その MMT の主な主張というのが、 日本のような自国通貨を発行している国というのは、自国通貨建てさえもデフォルトすることはないので、財政破綻の心配することはないと。でこれがまあ日本の政治家なんかにも大きな影響を与えつつあります。で一方で、主流派の経済学者というのは、基本的には財政規律というものを重視している傾向があるので、MMT を掲げる反緊縮派と、財政規律を掲げるまあ主流派的な。 あ立場の人の間で、えー、対立が起きているとでどちらも、えー、と全然一枚岩ではないんですけれども輪っかに分ければ、まあ、そうした対立構造があるというふうに思いますで今ちょうど私はですね MMT と主流派経済学の何がどう違うかと、まあ、いうことに関するレビュー論文を書いておりまして えーまあ、MMT を支持する先生も一緒に書いているんですけれども、大体その整理というものができつつあるので、その成果をここでお見せできたらというふうに考えています、えー。ということで、本日の内容に早速入っていきたいと思います。まず、経済、マクロ経済の基本的な仕組みから見ていきたいと。 いいう,うに思いますでまず我々というのは日常生活の中で、えー、例えば働いて給料を稼いで,で得た給料で物を買ってで残った分を銀行に預金したり株を買ったりしています。で一方で、えー、会社は人を雇って、えー、銀行から借り入れをしたり株を発行して資金を集めて、えー、自らの商品を生産しています。 このように家計と企業は経済活動を通じて結びついています。言葉だけでは分かりにくいと思うので図で説明していきます。まず家計は企業に労働を提供して、そして企業はそれを雇用します。一方で企業は労働者を働かせて商品を生産します。 そして、家計はその商品を購入して、えーまあ、家計はそれを消費すると。で企業は労働の対価として、賃金を払って、えー、家計は得た賃金を商品の購入代金に充てます。でこのように家計,は、えー、家計と企業は商品や労働の取引を通じて結びついています。でここで ここが労働雇用、ここが人の流れになっていて、でここが物の流れになっていてで、外側がお金の流れになっています。よくビジネスでも人物金と言われたりするんですけれども、このような人物金が取引されて流れていく関係のことを一般的に経済というふうに呼ぶわけです。 でえー、我々はまた、えー、稼いだ賃金を全て使ってしまうわけではありません。えー、余った分を、えー、銀行に預金したりとかですね、株や支払いといった、えー、金融商品を購入して資産運用を行ったりします。えー、なお、えー、マクロ経済学ではですね、銀行預金や株、社債の購入というのは全て貯蓄というふうに呼ばれます。 世間的にはです、ね、株や社債の購入というのは投資と呼ばれることもあるんですけれども、マクロ経済学においては、投資というのは企業の実物的な設備投資のことを指して、家計による株式や社債の購入といったものはすべて貯蓄というふうに基本的に呼ばれるので注意してくださいで。家計と反対に企業は銀行からの借り入れであったりとか、株、社債の発行によって資金を調達します。 でえー、その資金調達、資金の、えー、対価として、社、ま、債、あ、であったりとか銀行借り手だったら利子を払って、株であったら配当を支払うわけです。そして家計はこの利子や配当を受け取ることになると。で売り手と買い手が、えー、取引を行うところを経済学では市場というふうに呼びます。で財、サービスがやり取りされるここの場所のことを大市場と。 えいうふうに呼んで、えー、労働がやり取りされる市場を労働市場えー、そして、えー、金融取引が行われるう市場のことを金融市場というふうに呼びますでこの図はマクロ経済の構造を最も簡潔に表した図になっています家計と企業が存在すれば基本的にまあ経済マクロ経済というものは成立するんですけれども、えー、それ以外の、えー、存在が導入うされることもあります そしてその代表的なものが政府です。政府は家計や企業から税金を集めて、で、様々な公共サービスを提供しています。また、えー、税を取るのとは逆に、年金や失業給付といった形で、えー、家計にお金をあげることもあります、えー。このように家計にお金をあげること、まあ、税とは逆に、税を取るのとは逆に、お金を与えることを、えー、所得移転というふうに呼びます。 企業に対しても税を取るだけではなくて補助金という形でお金を与えたりしています。政府は公共サービスを提供するために、財市場で必要なものを購入します。で政府が公共サービスを提供するにあたっても、まあ、一般的なビジネスと同じようにですね、パソコンだったり車だったりが必要になってきますので、財市場からそれを購入すると。そしてその支払いというものを、まあ、税金と。 からるとでまた税金だけではなくて国債を発行して金融市場から資金調達することで財源を賄うこともあります特に日本の国債残高が巨額の水準に達していることはまあ皆さんもご存知のことだと思いますしそのことについては最後の第4回の授業で詳しくやっていきたいと思いますでこうした国債発行というのは金融市場における金利や株価にも影響を与えてきます でその国債の借りに対しては利子を支払わなくちゃいけないので、政府は金融に対して利子を支払うと。金融の参加者、国債を購入してくれた人に対して利子を支払うと。また、公務員を雇ったりすれば、ですね労働市場にも影響を与えることになります。で、まあ、その賃金、公務員に対しての賃金を政府はまた支払っていくと。こうして政府の経済活動というのは、我々の生活に大きな影響を与えてくるわけです。 で最後の存在は海外ですね。えー、グローバル化が進展する、えー、現代社会においては、海外との取引なしでは、えー、経済は成り立たないと。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、通知のオンなどよろしくお願いいたします。概要欄に Twitter アカウントがありますので、ぜひチェックしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。